こんにちは。マリサだぜ。霊夢だよ。みんな入り乱れて、喜んでるわ。アストロボットの発売日に日が変わったところだぜ。だからカウンターもゼロが並んでいるのね。そうだぜ、今は夜中だが、午前中には郵便ポストにソフトが届くはずだ。で、これね。そうや、これやで。おう。で、ゲームは、もうクリアした方々も多いと思われるが。そうね、1ヶ月経つもんね。中でも、めっちゃ難しいやん。一番難しいって意見も多いわね。ヌラセスプラッシュの試練ってのがあって。本当に試練ね。まずは、その動画だ、解説は後で。邪魔だろうから、一旦消えます。というか、やっとクリア。じゃ、解説していくぞ。あくまでも、うちのやり方ね。動画によって違いがわかるぞ。じゃ、始める。もう、この BGM で吐き気がするわ。なんで骸骨の格好なのかは、突っ込まないでくれ。このステージをプレイする方々はこの辺りは4人ね。カメレオンにアヒルを投げつけて倒すが、他の方法でもいい。発射するミサイルはボーイングするから、追尾されるぞ。ここでは一歩でも泥を踏めば、追いつかれて焼かれる。また、アヒルを投げつけて倒したが、倒せば何でもいい。ここは台の傾斜が変わらないうちにさっさと抜ける。黄緑のへばりついてくるのを回転して飛ばさないと。つけたままでは重くて飛び移れない。次のカボチャ野郎はアヒルがなくても殴ればいい。トランポリンまで来られたら、多分クリアできるわよね。そうだな、ここまで来られるスキルがあったらいけるぞ。一見難しそうに見えても、いけちゃったって感じだ。これ、オットレスキュー。トロフィー、ゲット。ってな感じだが、何回やったことか。やった回数のカウンターがあったら楽しいね。じゃあ、今回はそろそろ終わろう。そうね。最後までお付き合いしていただいた皆様方、お疲れ様でした。何かお気づきの点やリクエストがございましたらコメント欄に。もし、この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録と高評価をいただけましたら幸いです。それでは皆様お忙しいところ、ご視聴いただき大変ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。それではごきげんよう。Again. What? Try again.